ハンプトンコート宮殿西正面、チューダー様式は、イングランドの15世紀末頃から17世紀初頭までの建築様式。バラ戦争の終結とともに、後に、チューダーの平和と呼ばれる国内に、戦乱のない時代が訪れると、1530年代には、建物の様式が、ゴシック様式から変化が生じるようになった。宗教改革によって潤沢な資金を得たヘンリー・パセイと その提身たちは多くのチューダー様式の建造物を建て、ジェントリ層のカントリーハウスにも影響を与えた。チューダー様式は軍事目的の城郭が宮殿やカントリーハウスに変化した時代の様式といえる。外観の変化として窓のサイズが大きくなり、数も増えたことで最高能力が向上した。防御施設の出し狭間に代わって、 折りエルるウィンドウやボウウウィンドウなどの出窓が設けられた。ゴシック様式の先頭から後にチューダーアーチと呼ばれる扁平なアーチが導入された。内装の変化として扉が小さくなりより装飾的となった。カントリーハウスではグレートホールなどの客間よりもプライベートな居室の快適性が重視されるようになった。最高の良いソーラールームを設け、 石炭を燃料とする暖炉と、それに応じた煙突の数も増えた。また、壁面を折り合わせた布を模した装飾を施した木製パネルで覆うようになった。ありがとうございます。